ようございます。花岡咲です。今日は今年最後のプール撮影会にやってきました。今日はどんな一日になるんでしょうか。今日はですね、競泳水着の私も大好きなメーカーさんのパルフェットさんが協賛に入ってくださっていて、衣装新作とかもういろんなタイプの競泳水着がいろいろこう用意されていて、今日は選びたい放題、最高の環境でやらせていただきますが、天気がね悪いんですよ。さっきまで雨降ってたんですけど、やっと止んで、まあ、でもいつ降ってもおかしくない。そしてさすがに秋の気候になってきてひんやりしていますが、今日も一日頑張ります。本日1着目の水着はこちらのパルフェットさんの競泳水着を着ました。これすごく可愛くないですか。このデザインで結構カラーバリエーションが豊富だったんですけど、私はその中でもこの色を選びました。なんかこのワインレッドみたいなボルドーとピンクのアクセントがすごい可愛いし、着たことのない色かなと思って着てみたんですけど、とても似合ってますね。ヘアも可愛いし、1着目はこちらからスタートします。おはようございます、皆さんおはようございます。指定の喫煙場所でお願いいたします。さあ、来てる、来てる、みんなに行ってない。全然モデルさんの方に行ってない。私よりこっちが綺麗、すごい、こっちが綺麗。風吹きがすごい綺麗。
はい、そして2着目はこちらの水着を選びました。こちらもパルフェットさんの競泳水着なんですけど、これ黄色の競泳水着って絶対に珍しいよなって思って選んだんですけど、あのファンの方からそのゴールドの競泳可愛いねって言われて、あ、確かにこれゴールドだって思いました。すごいレアな色ですごく可愛いです。ツインテールも合わせてとっても可愛い。本日ラストの水着はこちらのパルフェットさんの競泳水着にしました。このパルフェット特有のデザインの競泳水着かわいいですよね。この色めっちゃかわいい。秋の感じがしてちょっと涼しかったんですけど、あの真夏のねめっちゃ暑いやつよりは体力も消耗せず意外と過ごしやすくて楽しかったです。なんかあのプール撮影会最初開会式があるんですけど、こう今日40人女の子がバーって並んでたんですけど、今日あの私が代表で挨拶したんですけど、その時に今日は絶好のプール日和で楽しみましょうみたいなこと言ったんですけど、受け狙いみたいな感じで言ったんですけど、あながち本当間違いじゃなくて、プールはこれぐらい曇ってて涼しい方がいいんだなって思いました。3部最後の競泳はこれあのパルフェットさんが今日協賛なんですけど、衣装を競泳水着とか水着とかいろんなコスチュームを実際にこう販売してて、特別価格でファンの方が買ってくださって差し入れしてくださったので3部は来ました。めっちゃ可愛いこのパルフェット特有のデザインのやつ
のこのピンク色、これに合わせて髪もラブリーにしてもらいました。次のプール撮影会はいつかは分かりませんが、今年も楽しませていただきました。 YouTube でもプール撮影会の様子を今年もいくつか載せられてよかったなと思います。それでは